ちゃ。こんにちは。じゃあ。さあ今回。あ、これ持ってていい？いいっすよ。大好きな。最近もなんか。うまいっすよね。これ大好きな。おなじみになってみました。そうそうそう。優しい。さあ今回ちょっとあの優しい話ではありません。はい、ちょっとあの、まあ、昨日なんですけど、スポーツ報知さんの方でですね、はい、ちょっと出てた記事で、あるんですけどね、はい、まあ、選抜有力候補、有力の春日部競泳で体罰があったという記事が出てまして、はい、でこの体罰自体は昨年の4月にあったらしいんですけど、まあ、その記事がもう今、まあ、撮影日1月21日ですけど、ああ今頃になってこう出てきたっていう、なんか難しいなあ。いやでもこのタイミングでその去年の話が出てくるっていうのはちょっとなんかいやらしい、まあ、しますよね。選抜前に、ね、誰かがチクってんだよねと思いますよ。これはなんかちょっとあるですね、そういうちょっとうちの高校高川学園も県で優勝して喫煙禁酒、はい、あ禁酒じゃない、あの飲酒、飲酒、はい、まあ、それで出場辞退したからね。そうですね、中国大会をでしたね、優勝してすごい勢いで駆け上がって、山口県でもあれ生徒がやったらいかんな、やっぱり。まあまあそうですね、さルールだからさ、まあそうですね、スポーツは何のためにやってるかって言ったらさ、やっぱルールを重んじれる、うん、そのルールを学ぶとか、まあ、そういうこともあるんだよね。だそこに反したらみんなが迷惑するって、うん、だって人生変わるやつだっているよ、まあ、まあそうすね、だって中国大会行ったら割といいところまで行ったって聞くんだよね、うん、結構強かったって言うから、で甲子園出るのと甲子園出ないのってさ人生変わる人って結構いるんだよね、うん、いやそうですよね、特に野球選手は、うん、はい、まあいい大学に行けたりだとか、はい、まあいい企業に行けたりだとか、はい、まあそういう実力をこう証明できるような、はい、疲労の場所でもあるしね、はい、うん、だからもったいないし、この選抜、まあ、監督が指導で、はい、指導の一環だと思うけど、今もう体罰はいけないっていう風になっちゃってるから、影響がね、ですよね、もう結構敏感になってますからね、そこに対して、ね、はい、この世間がもうでもそれはどういうことで行われたかっていうのはさ、はい、どういう感情だったのかっていうのがすごく問題はあるけどね、うん、でもやっぱ強くしようね、こいつらは絶対甲子園連れて行こうって思うとさ、はい、やっぱ厳しくなることもあるんじゃないの、指導者としては。そうですよね、それは殴る殴らないは別として、はい、そういう思いが深ければ深いほどさ、今年はチャンスだぞ、お前たちは強いんだぞって、うん、ね、だから一人がだれてるとさ、なんか足引っ張ってくるじゃない、なんかこう連鎖反応でなんか悪いことも起きるという、はい、だからそれを戒めるという意味で、うん、やったのかもわからないし、これはまあ本当に事情がわからないと迂闊なことは言えないけどね。そうですね、まあ実際わかんないですからね、やっぱ中からなのか外から。俺らだったら殴られて、ね、準優勝関東大会で、はい、あの殴られたのが生きたのかみたいな、はい、まあそういう時代的には捉える年代だよね、はい、でお前30代だよな、はい、名電は、はい、お前はどういう感じ。いやもう同じですね、それは。うん、まあ、あれがあったから行けたという、まだ高まらないからね、はい、その代は、まあ、思うの、まあ、まあ本当に強い弱いチームがそういうのあって、まあ、本当にこう駆け上がったらそうですけど、こういう強豪校でってなったらまたどうなのかなっていうのもありますけどね、実際、まあ、まあ言っちゃえばもう結構上まで行くのが当たり前なんですか。僕なんか弱小校なんで、それもあったらもしかしたら、まあ、まあ、ああいうのがあったから良かったのかなって気持ちもなるかもしれないですけど、まあどうなんですかね、平手打ちっていう、うん、あれも分かんないじゃないですか、その加減も。確かに、この弟子かもしれない、このただこういう状態を取られてるだけかもしれないし、触れたらいけないんだろうね、触れたらもうそこに触れたらもうそういう風になっちゃう、あれなんですかね。なんか何にもできない世の中だな例えばチームがだらけてる時によ、はい、どうやって締めたらいいんだろう。言葉って響くのかね。いやまあそう、ね、そういう言葉を持ってなきゃいけないということだよね。怒鳴る感じじゃない方がいいんじゃないですか今。怒鳴ってもパワハラだから、バーって、ああじゃあもうちょっとこうで優しくチクっていうのもパワハラって、取られたらパワハラだもうね何もできない目がないない